北白川の宮義久親王は日本の皇族、陸軍軍人。陽名は万軍。最後の林王寺宮として知られる、伏見宮放課親王の第九王子。聖母は堀内信子。幕末に活躍した山品宮明親王と国宮朝彦親王の弟で、任公天皇の勇士にもなっているため、公明天皇の義弟。 明治天皇の義理のお父にあたる。嘉永元年8月3日、1歳で、昌霊院宮の不定となりなき人公天皇の勇士とされ、嘉永5年に、梶井門関の不定となる。安政5年10月22日に、新王宣言を受け、吉久の意味名を与えられ、翌月の11月23日には、林王寺宮寺生入道新王の不定となり、兄の昌霊院宮、 孫雄入道親王を開始として特度し、高原の法意味がを称する。慶応三年五月、江戸に下って、上野の寛永寺に入り、同月の次世入道親王の引退に伴って、寛永寺寛寿、日光林王寺門関を継承した。陰号は、陳号院宮、歴代門主と同じく、林王寺宮と通称された。次世入道親王は、天台挫であったが、挫色は、 梶井門関の小児入道親王が再継承している。慶応4年1月に母親戦争が始まりとは、伏見の戦いの後、林王寺宮は、前将軍、徳川義信の依頼を受けて、林王寺宮執刀閣王院議官ら側近と共に2月21日に、江戸を出発し、3月7日に東西大総督、有リ川の見当たる人親王を、寸府城に訪ね、 新政府によしのの除名と統制中止の単案を行った。しかし、除名については条件を示されたものの統制中止は一周されたため6日後の13日に関永寺へ戻った。父や樽人新郎からは京都へ帰還を進められるも拒絶した。将義隊が関永寺に立てこもった後の5月4日には樽人新郎が江戸城に招いているが、 この使いには病であると称して合わなかった。5月15日に上野戦争が発生したが、将棋隊の敗北により関英寺を脱出。25日に羽田沖に停泊していた榎本武明率いる幕府海軍の手引きで長芸丸へ乗り込み東北に逃避、平方に到着した。東北では、格王院議官ら側近とともに合図、米沢を経て、 仙台藩に身を寄せ、7月12日に白石城へ入り奥越列藩同盟の名手に擁立された。林王寺宮自身も会計の地辱をすすぎ、即に物的超敵対自戦と発すと述べるなど、新政府軍に対して強い反感を持っていた。奥羽越列藩同盟側は林王寺宮に対し、軍事的要素も含む同盟の総裁への就任を要請した。 しかし、林王寺軍は、軍則の官を除くことには同意し、政治面での名手にはなるが、出家のみであるために軍事面では指導できないとした。結局、6月16日に名手のみの就任に決着、7月12日には、白井市に入り列判会議に出席した。以後降伏まで、白井市と天台州選択委員を行き来していた。林王寺軍が、母親戦争中の慶応四年に、 将棋隊に擁立された頃、または奥上津列藩同盟に迎えられた頃、東部皇帝あるいは東部天皇として皇位に衰退されたという説がある。上野戦争の頃から林王寺宮が天皇として擁立されるという噂は流れており、林王寺宮の江戸脱出に手を貸した榎本武明も南北朝の昔のごときことをお務め申す者が、優の皇ともご同意遊ばすなと忠告している。 法学者であり、歴史関係の著書もある、辰川正次郎は、この際林王寺宮が同盟の天皇として衰退された可能性があると指摘し、その後、武者の皇治上、鎌田栄吉と続いた。また遠藤慎之助、掛川広間らも追随している。藤井徳幸はこの説をさらに進め、当時の日本を、アメリカ講師は本国に対して、今、日本には二人の帝がいる。 現在、北方政権の方が優勢である。と伝えており、新聞にも同様の記事が掲載されていることや、この朝廷が東部皇帝を擁立し、元語を体制と改め、政府の夫人を定めた名簿が資料として残っている。菊池要塞資料、八塚家資料、日光や資料、鶴ヶ島、旧仙台藩市資料がそれであり、これらを藤井徳幸は、 東北朝廷閣僚名簿と表現している。藤井はこれらを踏まえ、東北朝廷の存在はほぼ確定的になったと主張した。このほか星良一、尾田部祐二なども東北朝廷説を支持している。独自言語としての体制は、八須家資料と、京宇根薫史資料には即位は6月15日とある部分でこの時すでに体制と改元されているかのように読めるが、 菊池要塞資料では6月16日に体制と改言したとある。原俗後の意味名は陸運としたという。また、各王院議官の日記には、林王寺宮を天皇に偽するような表現がたびたび使われており、藤井徳行など東北朝廷説論者が根拠とすることもあるが、藤井自身も認めるように、議官の日記には、宮見方など神皇に対する用語が併用されていた。 一方で、石井隆佐々木勝、工藤武氏は、現実性を持たない、構想のみのものであったと批判している。林王子軍は、列藩会議出席に先立つ7月5日には、近城皇帝玉体宣霊を祈る祈祷も行っており、7月9日に、秋田藩、7月10日には、仙台藩に対し、陽君のため、久し海峡枠な、殺族を除くとした、 林王寺宮領事を下している。さらに7月10日には、銅座について説明し、殺族を除くために、林王寺宮が決起したという布告文が、抗議府から出されている。この布告文には目的を達成した後林王寺宮が、東栄山に戻るとされた上、南北朝の古事を、腐敗して、宮様のご審議を、弁へす、不毛の切な三考とを恐れると説明されている。石井隆氏は、 この布告文から東北朝廷の存在は成り立たないとしている。工藤武氏は即位や改元が実際には行われておらず、減続した様子も見られないと指摘している。また、東北朝廷の存在を示す東北朝廷閣僚名簿の諸資料は作成された経緯が不明確であると指摘されている。北白川宮義久新王9月15日、仙台藩は新政府軍に降伏し、 公元入道新王も仙台藩からの連絡を受け取り18日に幸福分を大内伊藤平方口総督史上高歌へ提出10月12日には仙田県を出発して途中の江戸で官軍に護送され11月19日に京都に到着そこで実況を申し付けられ実家の伏見宮家へ預けられたさらに任工天皇勇士と新王の身分を解かれる処分も 受けた明治2年9月4日に処分を解かれ、伏見宮に復帰し、終身録300国を賜った。この頃は、陽明の伏見満宮で呼ばれた。明治3年10月10日に、樽人新納との同居を命じられ、ウルー10月28日には、大乗館に対して、イギリスへの海外留学を願い出ている。11月4日には宮号を称することが認められ。 吉久のいみ名に戻った。12月に、プロイセン留学に出発した。留学中の明治5年3月、創生した弟の北白川の宮ともなり新能の遺言により北白川の宮家を相続した。ドイツではドイツ語を習得、ドイツ軍で訓練を受けた後に、陸軍大学校で軍事を学習した。明治七年九月十五日には、陸軍少佐に任官している。ところが、 明治9年12月にドイツの貴族の未亡人ベルタと婚約、翌明治10年4月に明治政府に対し結婚の許可を申し出るが、政府は難色を示し帰国を命じる。帰国直前に吉久新能は自らの婚約をドイツの新聞等に発表したため問題となったが、結局7月2日にインド洋経由で日本に帰国し、岩倉智美らの説得で婚約を吐き、 7月26日から京都でまた禁親することになる。3ヶ月後に禁親解除された後は陸軍で職務に励み、明治11年8月26日に民工天皇の有志であることと新能位に復帰、明治17年に陸軍少将、さらに明治25年に中将に昇進している。また、ドイツ学協会の初代総裁となり、 後に、ドイツ学協会学校設立に尽力した。同年4月、創設された大日本農会の初代総裁となった。北の丸公園内にある、北白川宮義久新郎像明治26年11月10日に、第四師団長となる。明治28年、日清戦争によって、日本に割上された台湾政党この絵師団長として、出征。ところが現地で、 マラリアにかかり、10月28日、台湾全土平定直前に、台南にて皇居。遺体は、アビラから、西京丸で本土に運ばれた。この際、表向きには、ご病気にてご気境有、バサルということになっていた。日本到着後、陸軍大将に昇進が発表された後に、皇居が告示された。国葬に付され、豊島岡墓地に葬られた。皇族としては、 初めての外地における殉職者となったため、国葬寺より神社放祭の世論が沸き起こり、台北に台湾神宮終焉の地には台南神社が創建された。また通り、大空神社をはじめとする台湾各地に創建された神社のほとんどで主催が見とされたが、敗戦後にこれら吉久神皇を祀った六十の神社はすべて敗者となったため、現在は、 靖国神社にて祀られている10月4日に、筑波藤丸宮寺の式により合祀される。昭和34年に、孫の北白川の宮永久王も合祀。新農家の諸子として生まれ、幼くして、遠々く離れた江戸の地で僧侶として過ごし、一時は朝敵の名手となって、欧州の地を転々とし、後には陸軍軍人として台湾平定に出立するも、同地で、 不運の病死を遂げた、このルテン多い人生は、古代の英雄日本穂高の人生に例えられた。外国勲章廃用隠居、吉久親王は、1877年に、ベルリンで、ドイツ貴族のベルタ本撤ウ男爵夫人と、結婚したが日本で認められず、明治11年に、旧都左藩15代藩主、山内陽道の長女、孔子と結婚した。 7年後皇子妃の病気を理由に離婚、その翌年に、伯爵、伊達宗則の次女、富子を一旦公爵、島津久光の幼女とした上で皇室に迎えている。この風刺妃との間に設けた第三王子の姓、久子王が北白川の宮を継承した。新王はこの他にも家女房や、外目掛けなど、計五名の側室に、都合10人の諸子を生ませており、 そのうちの八人が成人している。第四王子の照久王は、親戚降下して、降爵、小松照久となった。親王の皇居後にその皇院と認定された、伊豆の義行と六尾の正雄もそれ以後は、北白川の宮家に引き取られたの書士と同様に、養育されたが、この両名は、皇族の王としてではなく、当初から、家族の伯爵として処遇されている。第四王子の照久王は、 おじの正松宮秋人新郎が、幼少の頃より我が子同然に可愛がっており、新郎たっての願いにより小松宮の妻子の継承と財産の相続が認められた。これにより、明治43年に、照久王が親戚降下した際には、異例の降爵二女子と共に新たに小松の加盟が可視された。詳細は、小松宮、秋人新郎公を参照。 義久親王の不慮の皇居後、その外目かけだった猿橋兼と、前派員はそれぞれ所生の義行と正雄が、親王の行員だと名乗り出てきた。そこで、宮内省が入念な調査を行ったところ、果たして両名とも確かに親王の逸夫と、無夫であり、親王も生前その事実を把握していたことが判明した。しかし親王はすでに奇跡にあり、この両名を認知する旨を記した。 遺言書もなかったことから、彼らを法的には、親王の子として認知することはできず、従って、皇族の一員として王となすこともできなかった。一般の新民であれば、父親の死後でも、その子が原告として検察官を相手取る形で、強制認知の形成を提起する民事訴訟に持ち込むこともできたが、皇室天板には、こうした事態を想定した条文はなく対応する。 手段を書いたのである。それでも、北白川の宮家では、他の書士と同様に、富子妃がこの両名を引き取って養育することにした。そこで平民の子供が、宮家の一員として生活するという不都合を回避するため、翌明治三十年明治天皇は友情によりまだ満八歳と満七歳のこの両名を特に家族に列して伯爵に、女子と共に、それぞれに新たに、二らと、 上野の加名を貸しした。当時は、皇族の内気により、原則として三宅に生まれた王は、その三宅の啓子となるか、あるいは王女と結婚することで天皇を飲むことして、新たに、一の家を創始することができない限り、成人に達した後に、親戚皇家氏家族に列して、一家を起こすことになっていたが、この両名も王に準じるということで、実質的にこの内気を前倒しにして適用したものと、 考えることができる。なお二ら義行は病弱でこうなさぬまま万21歳で、即挙したが、生前からの立っての願いを入れてその後目には、義行のいぼ妹である、ひろむし女王、とみこの実典にあたる伊達宗ねのりの旧男、義のに目合わせ、この二人を夫婦養子に迎える形で、二ら白尺家を継がせているが、そこには義行が幼い頃の自身を受け入れてくれた。 北白川の宮家や着母として親身に子育てをしてくれた富子妃に対して最後まで大変気を使っていた様子が見て取れる。ありがとうございます。